ポルトガル代表グキディオゴ・コスタ、ポルト、ポルトガル、が、スロベニア代表戦を振り返った。7月1日、欧州サッカー連盟、UEFA、の公式サイト、uefa.com、が伝えている。動画、D ・コスタによる PK ダブルコート3本連続ストップ、はこちら。ユーロ2024、決勝トーナメント1回戦、ラウンド16、が行われ、ポルトガル代表とスロベニア代表が対戦した。試合は、序盤から支配率を高めるポルトガル代表が何度も相手ゴールに迫るが、スロベニア代表もグキアン・オブラクを中心とした守備陣が奮闘し、スコアレスのまま勝負は延長戦に突入。105分にはクリスティアーノ・ロナウドによる PK 失敗があったものの、最終的に PK 戦でスロベニア代表を下し、ポルトガル代表が準々決勝へと駒を進めた。この試合でプレイヤーオブザマッチに選出されたのは、ポルトガル代表のグキを務めた D ・コスタだ。延長後半終了間際に圧巻のセービングを披露していた守護神は、PK 戦でも大会新記録となる3本連続ストップの離れ技を披露。試合後のインタビューで、これはおそらく人生で最高の試合だ。自分のやるべきことに集中した。自分の直感に従ったんだ。もちろん、PK キッカーの分析はしていたが、選手は変わるし、シュートの打ち方も変わる。チームを助けることができてとても嬉しいし、興奮している、と喜びを口にしている。また、延長前半での C、ロナウドによる PK 失敗直後の心境については、僕たちは全員、信じ続ける必要があると感じた、と回想。続けて、最後まで信じ続けたし、みんなとてもハッピーだよ、と述べた。